名誉校長を引き受けたのは事実なんですよ、交渉中に。単なる名誉職というよりは、言ってみたらズブズブの関係ですよ、ズブズブの関係ですよ。100万その前にですね、ズブズブの関係とかいう品の悪い言葉を使うのやめた方がいいですよ。安倍ちゃん、品がないって言うけれど、あんたのやっていることを言っただけ。なんか森友かけ公文書改ざん昭恵をかくまうための嘘。あんたがズブズブのために日本中がズブズブじゃんか。今度の関西電力を見よ。日本郵政のごまかしのための還付保険の乱暴な振る舞い、 NHK の報道の自由の一方的な放棄、何なんですか。これは豚うんこの破竜を使った慰安婦展示の検閲の憲法違反、完全な憲法違反。破竜をすぐに首にしなさい。そして安倍、あんたが辞めるんだ、いいな。